こんにちは、ヨガ講師のタカです。ところで皆さん、なぜ人間は悩んだり苦しんだりするのでしょうかそれは、心があるからです。僕たちの心が悩みや苦しみを生み出しているのは間違いありませんよね。じゃあ、もし心の動きを止めることができて、無心になることができたらどうなると思いますかたちまち、悩みや苦しみから解放されて覚醒します。間違いありません。実はね、古代からの伝統的なヨガというものは、 心の動きを止めることによって無心になることによってあらゆる悩みや苦しみから解放された本当の自分とつながるテクニックのことを言うんですそこで今回はヨーガの教えに伝わるどうやったら無心になることができるのか無心になるための方法を紹介します僕たちの心はあるいは僕たちの脳はポジティブなことよりもネガティブなことの方が気になります 僕たちの脳はポジティブなことよりもネガティブなことの方をよく覚えています。皆さんもそうじゃありませんか過去のことを思い出してみると、どちらかというとポジティブなことよりもネガティブなことが次から次から思い浮かんできませんかこれはしょうがないんですよ。なんでかというと、数百万年前にこの地球上に登場した人類が、この過酷な地球環境を生き延びて進化していくためには、ネガティブでなければダメだったからなんです。 例えば野生の動物みんなものすごく警戒してネガティブですよ、ね、だから自分を脅かすような敵がいっぱいいる環境の中ではネガティブじゃないと生きき延びることはででないんですよ例えば人類が初めて毒グモや毒蛇に出会ったとしましょう。おそらくね 最初のうちは自分よりもはるかに小さいしまさか毒を持ってるなんてそんなこと知らないので人類はね最初はそんなに警戒していなかったと思いますよ。いやもしかしたらねこれ食べれるんじゃねえかぐらいのこと思ってたかもしれませんよ。いやだってね大昔はね食べ物を手に入れるのものすごい大変だったですからねもういっつもお腹空かしてましたからね。毒毒を持っっててるんですよよ仲間がね毒によって 死んんじゃったりするんでするでよ自分もね毒によって死にかけたりするんですよ。でそんなことはもう強烈に覚えておかないとダメなんですよ。いやそりゃそうですよねもし人類がですよね、数百万年前の人類がねそんなことをすぐ忘れちゃうような存在だったらまた毒蜘蛛や毒蛇が来た時にあこれ食えるんじゃねえかっ死んじゃうわけなんですよ。 そうです、ね、絶滅ですすね絶滅よなのでねこの何が起きるかわからないような危険な地球環境の中で人類はもうちょっとでも過去に起きた大変だったことつらかったこと死にかけたことそれ強烈に覚えておく必要があったわけです。そそしてて将来ううういいにににならなならようにもう慎重になって ビクビクしておどおどしながら,ら心配して不安になりながら慎重に生きてきてそうやって地球環境の大変な環境の中で進化してきたのが人類僕たちなんですよ。なので僕たち人間は誰でも基本的にはネガティブな偏見ネガティブな思い込みを持っています。ここれししょょううががななないいいんですよのの大変な世の中を生きていくためにはだってねもうこの大変な世の中で生きていくためにはね 100%能天気だったら絶対に生きていけませんよそりゃそうですよいろんなことはやっぱりね慎重にならないとねもう心配して不安になっていろいろと慎重になって備えることによって僕たちはなんとか生きてるんですからそりゃそうですよただこのねネガティブな偏見ネガティブな思い込みはまるでサングラス色眼鏡をかけて外側の世界を見てるのと同じです だ自分の心の勝手な思い込みによってね、世界を見てるんですよ、僕たちは。そりゃそうですよ。だからね、僕たちはね、もう誰だってこの世の中を100%正しく、ありのままに、ピュアに見ることはできていません。なのでね、誰でもこの世の中は、自分にとって大変なことばっかり起きるな、思ってると思います。これはね、思い込みです。偏見です。そしてね、 この偏見思い込みは色眼鏡は外側の世界だけじゃなく自分をも見ていますのでなのできっとね誰でも人生の中でああ私はダメだなって思うこと何回もあると思います。だけどこれは偏見思い込みなんですよこのね偏見思い込みこれは何がそうさせてるか心ですよね。 だから心が思い込みや偏見を持っているだとしたら僕たちがネガティブな思い込みネガティブな偏見を手放して色眼鏡を外してこの世の中やこの自分を100%ピュアにありのままに正しく見ることができるようになるためにはどうしたらいいのかそれは心を止めるしかないんです。 それを士官と言います古代から洋画行者たちは士官心を止めるためにたった一人で森の中でもう何日も何日も断食をしてそして何日も何ヶ月も何年もひたすら瞑想するんですところがねなんぼ瞑想したところで心なんて決して止まらないんですよいやそりゃそりゃ心ってね不思議だと思いませんか僕たちは誰でもね 心があるのは感じていますところがねこの心をコントロールして心を止めるなんてことはこれできないんですよ。いや僕の師匠が言ってましたよ。心が止まるというのはどういうことかというと自分のことすら忘れてしまう状態だって。じゃあ皆さんどうですか自分のことを忘れてしまうぐらいに心を止めれますかそんなことできないですよね。だから洋画業者がね何年も瞑想してね 気づくんですよ心なんか全然止まらないどうしたらいいんだそんなヨガ行者が瞑想の前のの前準備の最中ににあるととても重要なことに気づきますヨガ行者は何時間も何時間も瞑想する前に必ずいくつもの体操法いくつものヨガのポーズで必ず体をほぐしてから瞑想しますじゃないと瞑想で何時間も何時間もじっとなんかしていられませんからねでこののの瞑想の前のね。 ヨガのポーズをしている最中に気づくんですよあれこうやって体を動かしているうちに何か不思議なものを感じるぞあこれは体を動かす源となるエネルギーに違いない「木」と呼ばれたり「プラーナ」と呼ばれますけどね。でヨガ行者が体操している最中に「あそうか。 こうやって体を動かすとと感じるることができる体を動かすエネルギーは体を動かすことでコントロールすることができたら集めることができるぞあだけどこうやって体を動かしてプラーナを集めているとなんだか心が穏やかになっていくぞあそうかこの体を動かすことで感じることができる体を動かす源となるプラーナはそうか心も動かしているのか。 心というのは直接コントロールできないけどもこの心を動かしているプラーナはヨガの体の動きでコントロールすることができるぞじゃあこの心を動かしているプラーナをいっぱい集めたりコントロールすれば心を止めることができるに違いないそうして心を動かす源となるエネルギープラーナをコントロールしたりプラーナを集めるためのさまざまなヨガのポーズだったり あるいは呼吸によってそんなプラーナをコントロールして集めようとするテクニックプラーナや・やーマと呼ばれるものだったりそんな体を動かすことや呼吸法をミックスさせなおかつイメージすることでプラーナをコントロールしたりプラーナを集めたりするムドラーというテクニックさまざ、あ、まなプラーナをコントロールするテクニックが開発されたんですよ。その結果ね心を プラーナによって沈めることがでできたわけなんですそうやって体や呼吸やイメージを操作することによってプラーナをコントロールしたりプラーナを集めることができるようになって初めてプラーナをいっぱい集めた上で瞑想することによって初めて心が止まるんですよ。無心になっててあららゆるる悩みみや苦しみから解放されて覚醒すすことがでできたんですそれが伝統的なヨガなんです。 そんな無心になるためのヨガ一体どこで学ぶことができるんでしょうか今は日本のヨガもねものすごく多様化しています伝統的なヨガだとかヨガ哲学を伝えているようなヨガスタジオヨガ教室もう全国各地に、ね、もういっぱいありますものすごく増えましたなのでぜひ皆さんねもうぜひ探してみてくださいもちろん僕のところでもそんな伝統的なヨガの教えに基づいた プラーナをコントロールするようなことだとかね無心になるためのヨガ講座なんかもういくつも開催していますので気になる方はもうぜひねご参加くださいそしてもしねこういう伝統的なヨガ無心になるためのヨガプラーナをコントロールするためのヨガを独自で学びたい人自分で学びたい人おすすめの本が2冊ありますもうぜひこれ読んでみてください本山ひろさんの密教ヨガこれはねもう かなり詳しく様々なヨガのテクニックがイラスト付きで解説されていますこちら伊藤たけしさんの図節ヨガ大全これもねもう非常にね愛らしいイラストがいっぱい書いてあってでそんな伝統的なヨガの知識もうこれで学べますもうぜひ読んでみてください今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたオンシャンティ